コーリー・キム酸化は、第1級及び第2級アルコールからのアルデヒド及びケトンの合成に用いられる酸化反応。反応名は、反応の開発者であるアメリカ人科学者で、ノーベル科学賞受賞者イライアス・ジェイ・コーリーと、韓国系アメリカ人科学者、ジャウン・グーウン・キムに由来する。コーリー・キム酸化は、摂氏25度で反応を行うことができるという、 スワーン酸化と比較した場合の際だった優位性を有しているにもかかわらず、有毒かつ揮発性で、ひどい悪臭を有するジメチルスルフィドを取り扱う必要があるため、あまり一般的には用いられない。ジメチルスルフィドと N クロロスクシンドを作用させ、アルコールの活性化に用いられる活性ダム素子を生成させる。活性化アルコールにトリエチルアミンを添加すると、 アルコールはアルデヒドあるいはケトンへと酸化され、ジメチルスルフィドが生成する。本反応では、その他の活性ダム素症を用いるアルコール酸化法とは異なり、活性酸化剤はダム素と吸電子剤との反応によっては生成されず、ジメチルスルフィドと酸化剤との反応によって形成される。コーリーキム酸化の条件下では、アリルくらい及びベンジルくらいのアルコールは、 アルコールの活性化も速やかにトリエチルアミンを添加したにもかかわらず、それぞれ対応するアリルクロリド及びベンジルクロリドへと変換される傾向がある。実際にトリエチルアミン無添加での氷域無条件は、その他のアルコール存在下でのアリルくらいあるいは、ベンジルアルコールのクロリドへの変換における非常に効率的な条件である。ジメチルスルフィドの悪臭対策のため、 超アルキルさを有する、ドデシルミチルスルフィドを用いた、より不快でない反応や、フルオラスケミストリーを利用した、同様の方法の開発が行われている。ありがとうございます。